こんにちは、シュウです。今回はマリオパーティーやってこうかなと思います。今回ね、パーティーモードやろうかな。ただストーリーモードもね、ちょっと気になってる。これどんな感じなんだろうね。あんまマリオパーティーでストーリーのイメージがない。あ、なんでこれ、初めからでいいか。とりあえず初めからやります。なんかマリオパーティーといえばこの4人でやるイメージがすごいあるんだよね。でキャラどうすっかな。いや、やっぱ私といえばヨッシーちゃんでしょ。ヨッシーちゃんで、コンピューも決めれんのか。コンピューこれでいきます。女キノコでいきます。いや、でここやりたいね。このハテナのとこ行きたい。多分ここおそらくクッパなんじゃないかな。どうしよう。確か前回このドンキーの石像やったんだよね。なんで今回ここやろうか。花ちゃんのガーデン、ここ確かまだ1回もやってない気がする。あー、で設定どうしよう。前回の設定なんだっけ。ターン10、ミニゲーム全部ボーナスあり。いや、これでいっか。いや、そのこうボーナスありっていうのがかなり重要なんだよね。なんだ、ハプニングマスとかにね、いや、やべ、楽しいな、止まんないといけないみたいな、そんな感じだね。なんかさ、キノピオと汚いのって関係性あんのかな。えっ、よーし、久しぶりにここで1位取れた。なんかキノピオのうんこが汚い。おすごいそのままだね。キノピオのうんこが汚いので、あの汚いのになるのかな。ちょ、なんでもないっす。いや、勝ちたいな。こいつらレベル強いでしょ。確かこれがね、一番マックスの強さだった気がする。なんか Wii パーティーとか Wii パーティー U だと達人がいるんだよ。なんだけどこれ結構昔のゲームだからね、この強いが最大なのかもしれない。いきます、先手必勝。ふっ、あー、まあまあ悪くないね、悪くない。出だしラッキーセム一番いいみたいなとこある。お、これ左じゃね。うわ、うわ、こんな近いんだ。あー、なるほどね。アイテム入ろうか。え、こんな近くにスターンの初めてかもしんない。とりあえず買ってこうか。いや、だから今7出さない方が良かったのか、4、5ぐらいにして、で次ミニゲームで勝つのが一番良かったのか。いや、惜しいな。ハプニングマスにも止まりたかった。確か私前回負けたんだよね。なんで今回勝ちます。いや、いいね、4がめちゃめちゃいいと思う。これ次キノピオ勝てばほぼスターだもんね。いや、完璧だね、完璧な神調整だね。ミリ残しに行ってないぐらい。で、デイジー。お、デイジー前行った。もう取れないのを見越して前行ったんだね。それか私がよっぽど嫌だったんだね同じ7だったから、私がよっぽど嫌いだったか、なんか戦略的。どっち。おー、すげえ、みんなそっち行くの。あー、やべ、女 VS 人以外。キノピオって人なのかなこれただのコスプレなのかな、キノピオのキノコって。ヨッシーは恐竜。タッチペンで自分のペンと同じ色の下書きをなぞりましょう。正確になぞるほどポイントが高くなります。もう分かんないけど、とりあえずなぞればいいんでしょ。私絵は得意だからね。私とも YouTube のアイコン見てもらえば分かると思うんだけど、絵は得意なんですよ。私青、いや、むずい、青長っ。ごめんね、みんな無言タイム入ってる。いや、どうよ、絵心。あ、これ消しゴムで消せる。あ、消せなかった。うわ、ミスった。いや、でも悪くないんじゃない、みんなどう。ちょっとイボイボになってるけどあれ、勝ってる。やったやった。お前キノピオ足引っ張ってんな。お前明らか左の方うまいけどね。私すげえもうボコボコになってたんだけど。おい、いいでしょ、キノピオ。感謝してください、キノピオさん。いや、待って、これ私キノピオと一緒に勝つとさ、次こいつスターだな。うわ、今ワンチャン戦略的敗北あったな。なんだ、5、1、2、マップ見ようか。まあ私はマップ見るの好きじゃないんだよね、めんどくさいから。これ上行きます。なぜなら、ちょっと自分でもよくわかんない。とりあえずキノピオにスター取られるのはもう仕方ないと思う。ここ次どこに出るかだね。マリオカートってね、マリオパーティーか、ミニゲームが強いイコール1位ってわけじゃないもんね。まあもちろんミニゲーム強いと有利に進むんだけど、そこがね、マリオパーティーの面白いところである。いや、ベタ褒めだな、ベタ褒め。提供来ねえかな。うわ、そこか。ちょっと遠いな、シューから。いや、シュー一番近いんじゃない、これ。これ女性陣多分スターのとこまでいけないよね。いや、キノピオ、お前すぐシューの後ろに迫ってきてる。そうだよね、女性陣多分全然届かない。
デイジーとピーチってどういう関係なんだろうね。いや、上行けんのか。お、え、あれ、そのルート、あの左のマップちょっとちっちゃくて分かりづらいと思うんだけど、スターまで行かないと思うんだけどね。なんかデイジーの考えてることがよく分かんない。で、あそこに止まればピーチに10コインもらえるのかな。いや、そうだよね、普通上だよね。なんでデイジーあっち行ったんだろう。やっぱよっぽど私嫌いなんだろうね。私と違う方向ばっかり行ってる。いや、でピーチが一番近いのか。ミニゲーム勝てば問題ないね。ミニゲーム勝ちます。いや、初戦勝ったのでかい。ピーチを抱いて、ピースを描いてか。タッチペンでピースの形を描いて自分のエリアを埋めていきます。ピースの形の頂点から一筆書きで、いや全然意味わかんないんだけど、全然意味わかんないんだけど、ちょっと練習します。いや、正直これめっちゃ難しい。勝てる気しない。このサイズ感とサイズ感のサイズ感なんだよ。ちょ、一応頑張るけど、いや正直勝てる気しないな。くっそ。オッケー。いや、私はプレイが雑すぎて全然判定がないんだよな。ちょ、集中します。よーし、結構今雑だったけどいけたね。いや、最初のミス痛えな。いや、くそ。うわー、こんな丁寧に書いてるのに。いやー、くそ、ダメこれ。あれあれ、これ絶対合ってるよね。わ、バグだ、バグ。やった。もうこれちょっとさ、コンペの正確さが強すぎるな。まあしょうがない。いや、でもピーチ今確か一番スターから近いんだよね。だからちょっとだけピンチだな。で、ここどうすっかな。私たまにガンガンアイテム使ってった方がいいよって言われるんだけど、一回使ってみようか。今回アイテム積極的にいきます。ふっ、まあ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 、ふっ、いやー、しょべーしょべー。私アイテムたまる、確か3つまでぐらいしか持てないんだよ。なんで溜まってから使おうかなっていう、その上限、持てる条件までっていうのをやってんだけど、やっぱ使ってった方がいいのかな。ボーナスで、アイテムボーナスってなかったような気がするんだよ。でもあったかな、あんまりそこら辺がね確かじゃない。いや、でピーチ近いな。さっきミニゲームピーチ買ったんだっけ。ピーチ買ったのやばいね。これワンチャンスター取られる可能性あんな。で、デイジーはちょっとよくわかんないとこ一人だけいるからね。頼む、2、2。いや、8、でけえ、でけえ数が。どう、届く。あ、これ私じゃない。いや、そうだね、これ女性グループ対人以外グループだね、この2強の派閥。やべえ、ピーチ取られんな次。で、どうしよう。これもう私ミニゲームかと、とりあえずかと、ミニゲーム勝つのは絶対条件。あ、でも3対1だ。うわ、楽しそう。私ラビリンス系好きなんだよ。薄暗い迷路の中で逃げ回るデイジーを見つけましょう。ライトで照らすと、あ、こういうの分かりやすいね。こういうの練習しなくていいかな。デイジーが近づいてくるとセンサーのランプが比較光ります。上画面で迷路の形を確認。 OK。 まあ多分私がね頑張んなくても他の2人頑張ってくれるでしょう。あなんか私やらかしたかと思ったら、よくやったよくやった君たちなんか勝手に勝ってた。 OKOK。私10出さないとスターに取られると思う。ピーチ9か10。いや、どうなの8って。やったーやったー、ざまみろピーチ。いい、危ねえ。ピーチってか、あと1マスでスターだったんだ。やっぱこう考えるとさ、一番最初のね順番決めるじゃないですか、サイコロ。これやっぱ先手必勝、あぶねえ、先手必勝の方がいい気がすんな。なんか絶対そっちの方が良くない。っていうか今だいぶあのクッパやばかったね。で、今どう、デイジー一番近い。やっぱあれを見越してのプレイだったのかな。だ、デイジーね、コインが足りないんだよ。多分届かないよねこれ。いや、もったいないねデイジーさっきから赤いマス止まりすぎなんだよな。やばい、ここ完全にもうグループできてんね。女のグループできてるな。好きなロープを1本選びます。ロープに捕まって移動してオイルの上にある足場に着地しましょう。オイルに落ちてしまうとリタイアです。ちょっと練習します。いや、ちょっとねこれ運要素も入ってる、運要素も入ってるけど、まあ、実力もあってなんかちょうどいい素晴らしいゲームだと思います。ベタ褒め真ん中行こう。さっき練習で真ん中が一番良かった。もうとりあえず着地ゲーだね、着地ゲー。これ左、右画面のでかい画面がちょっとだけ先をやってんだよ。
で左側やってるみたいな、あの YouTube のライブのラグみたいなね。えっ、よーし、え、これどうなんの3人乗ってる感じ。やっぱ女性陣強いね。汚いのは弱い汚いの人型、キタキタの実持てる人型、なんでもないです。いい、ここで1位踊り出た。これみんなもらえるんだね。でピーチのコインの枚数がマジででかいな。ここで、あ、これアイテム使っちゃおうか。これ後ろに置ける、あ、後ろにも置けんだ。6か、まあまあ悪くないんだけどね。とりあえず狙いに行こうか。スターワンチャンピーチに取られる可能性がある。うーわこの人の読みすごいね。読み待ちがすごい。さらに3個やらされんだ。いやデイジー、私のこと嫌いすぎんだろ。さっきから避けられてるし。いやこれ絶対私でしょ。うわうわ、そうやってお前そういうことやってくる。私だけ友達いないんだけどキノピオとデイジー友達になって、デイジーピーチと友達になって、私だけ誰もいないんだけど、ちょ、誰か友達になってくれよ。いやピーチの Q がでかいな。これピーチ一番近いでしょ多分。待って、届く、あぶね、ギリギリだね。ピーチさっきからギリギリなんだよね。ピーチ一番金持ってんのか。これ次私マジで勝っときたい。2対2、お、デイジーだ。チョロップに捕まるな。なんか簡単そう。スプーンで穴を掘りながら進みゴールを目指しましょう。 A 連打の速い方のスプーンで掘られるので進む方向を調整しましょう。へえ。いやこれ私連打系苦手なんだよね。これ結構デイジーにかかってると思ってます。私こてか、こいつらの連打が早すぎんだよね。あ、なるほどね。オッケー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 。あ、ちょっと練習だったあれ、ね、バリバリ練習だった。今すげえ息合ってんなと思ったんだけど、オッケー、よいよいい、ここ一緒に行こう。一斉ので、一斉ので、一斉ので、あ、これどっちかどっちか、デイジーの方に行こう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 、オッケー、一斉ので、一斉ので、いや、息合いすぎ、息合いすぎ、一斉ので、あ、違う、デイジー違う、デイジー違う、オッケー、一斉ので、一斉ので、一斉ので、いや、上行こう、上行こう、上行こう、いや、デイジー上、シュに合わせて、シュに合わせて、シュに合わせて、あ、そのちっちゃいの大丈夫なんだ。うわ待って、これ難しい。いや手折れそう、手折れそう。デイジー私に合わせろ、デイジー私に合わせろ。いけいけ、ま、いや分かった、これ勝ったでしょ。いやもうラスト5ターンなんだ。早っ、早いね。これなんだっけ、ビリの人がなんかアイテムもらえるんだっけ。だピーチ一番コイン持ってんだよな。普通に逆転のチャンスがめちゃめちゃあるんだよな。気に入った我が輩、やっぱ気に入るんだねピーチ。いやお前さ、それ止まんの、ちょっと調整してない？なんかゲーセンのルーレットみたいなさ、なんかちょっと調整入ってないこれ。うわこれはちょっとピーチ調整入ってるな。しかもピーチ、いやこれ私7以上でスター取れる。お願いします。いやもうこれピーチに取られる。もう7以上っつってんのになんで1なんだよ。いやしかも抜かされたし、おーすごい、なんか四天王ここに集結みたいな感じだね。あ、待って、これデイジー、いや、デイジー飛んじゃないかなと思ったら、お前も1か。いや、ピーチ一気に、実質いったんで、スター2個だよね。あの、クッパの合わせて。うわ、私も今、7以上で多分取ってたんだけどな、このスター。で、みんなの密集具合がやばいね。なんか、それぞれから全員近い位置にスター出そう。あそこ上、あ、これシューいい位置にいいんじゃない？上からぐるっと回っていけるよね。多分ピーチ届かないもんね。お、これ結構私いい位置にいる。はは謎のスターもらってんだけど。いや、こっち女性陣いるから強いよ。ドタバタコインキャッチ。キノピオの取り残したコインをタッチしましょう。マジックハンドが伸びてコインをゲットできます。赤コインは5枚分です。コインにタッチする範囲を3人で分けるなどして、取り残、オッケー、取り残しは、あ、いかへんでだっけ、なんだっけ。あの、忍たま乱太郎のおばちゃん。みんな頑張ろうぜ。これ多分1位になんなくてもコインもらえる系のやつだね。あれ何、あのこれはいらないの。おおー、すげえびっくりした。わっ、お前ら赤コイン取れよ。
私赤コイン専門にします。赤コイン専門の州でいきます。ありがとう。ああよく取った州。いやこれはモテるな女性陣から。あれ全然降ってこない。上でキノピオが取りすぎてんのかな。オッケー。あでも24枚だ。ただピーチがさ一緒のチームだってよくないんだよね。ピーチが強すぎなんだよな。10。いやーまあまあ悪くない。上行ったらあハテナ止まんじゃない。いやギリギリ止まんないか。これ今ハプニングマスピーチかな。いや今圧倒的ピーチだね。一旦前まで圧倒的ピリだったんだけどな。いやついてくるね。そうだよね、スターこっちにあるもんね。キノピオと私の一騎打ちになりそう。いやピーチお前す一気に来んのか。やばいこれ白人ババキもピッチーだな。よーしよしよしよし、どれぐらいだ。ザボミロだって10コインか。いやピーチ強すぎ。どうやって逆転しよう。俺ボーナスでミニゲームボーナスってあったかな。マイクに息を吹きかけてろうそくの炎を消します。炎の消えたろうそくの上を進みゴールを目指しましょう。とりあえず吹くだけでいいのかな。進むのは自動的なのかな。一度の息でろうそくの炎は最大3個まで。まあ、これは練習しなくていいかな。めんどくさいな。決め待ってこれ息持たない。今ので疲れた。いや勝ったね。これなんか実際だとすごい消えづらいんだっけ。なんかよくテレビの企画でやってない、ろうそく何本一気に消せるかみたいな。ですごい消えかかるんだけど全然消えないみたいな。いやただここあでもすごいコインの枚数だとピーチに近づいてきてんな。いやここででかい目が欲しい。よしよし、それは素敵すぎ。これスター行くんじゃない。いや私初のミニゲームにて勝利あるかも。私マリオパーティーでまだミニゲームで勝ったことないんじゃないかな。総合1位みたいな。下行くか。ちょっとハプニングマス狙いに行こうか。これ何起きるか分かんないけど。あでも悪くないんじゃない。いやどうだったんだろう、あんま分かんないけど、まあとりあえずハプニングマス狙いで。危ねえ危ねえ、キノピオ10。これ順番違ったら取られてたね。いやこれ絶対私に、あピーチか挑むの。多分1位の人に挑むシステムだと思う。そうだね、やっぱこれスターかけんじゃない。なんでコインなんだろう。これスター多分かけれたよね。あでもこれ私次ミニゲーム勝てば1位になれる。いやクソピーチが強すぎんな本当に。ここの運やばいで、こんなとこに偶然止まる。タッチペンでクリボーを囲んで捕まわしも、普通のクリボーは1点、金クリは3点です。あこれ簡単っぽいね。ボム兵を囲んでしまうと爆発して捕まえたクリボーを半分になります。クリボーやボム、オッケー。これ丸の範囲どれぐらいなんだろうね。もうステージ丸々でいけんのかな。わかんないけどとりあえず勝ちます。金クリね、金クリ。スーパーマリオランでも金クリがあったんだよね。クソ早いこいつら、早い早い。待って私の丸が全然作動しないんだけど。作動してる。オッケーいいね、ダブル取り、ダブル取り来ました。いいダブル取り。いや待って全然丸が作動しない。まあ金クリ金クリ金クリ、くわー金クリ早い。お1位だ。いやここに来て週ミニゲームうまい説が出てきたな。いやこれストーリーモードやりたいね。どんな感じなんだろう。さっきも言ったけどマリオパーティーでストーリーってある。どっち行っても一緒かな、まあ、とりあえず上行こうか。きた、頼む。あコインか。これスターの可能性も確かあるんだよね。ただ連打って書いてたからコイン確定だったのかな。いやでもここに来て運がすごい収納。タッチペンで葉っぱを嗅ぎ分け進んでいき、ゴールを目指しましょう。テントウムシはこすって逃がし、蜂はいなくなるまで待ちましょう。ちょっと練習します。これはね正直いける気がします。いやでも私こういうのやだね、こういう現実世界にあったら。いや虫マジ嫌なんだよね私。なんでこれ結構あったらやだな。オッケー、これはこする。で蜂注意なんだけど、そんな蜂急に出てきてね、蜂だと思って待てるほど余裕ないんだよ。だそろそろ出てきそう。ちょっと注意しながらめくります。オッケーオッケー、ここステイね、ステイステイ。くそ俺行かねえ。いい、私今1位なんじゃない。
いいよ、いやーそう、この8のタイミング、あ、でもみんな止まってる気がする。上行け、いや、ほっほっ、もう8出ない計算でもう一気にいっちゃいます。8出ないと思う、出ないことにかける。いや来たんじゃない、いやでも8出そうだな、こっから。いや、てんちゃんだ、てんちゃんはこうやって、よし、ラストターンだね。これマジ重要。これなんだ、ミラクルコインマス、これ自分に使える？いやー、やっぱ使えないんだ。そんなうまくいかないよね。いきます。9、まあ悪くない、数的に。4 1 2 3 4 1 2 3 4、うわー、ハテナは止まれる。いや一応ハテナいっとく。ただハテナいくとコインが10減るんだよ確か。そしたらキノピオがコインの数的に1位になるんだよね。なんでコインボーナスあった時のために私1位コインはキープしとこう。いや今の判断は間違ってないと思う。うわいい目出すね。でピーチがスターに何気に近いんだよね。そう、これで半分になっちゃったんだよ。いやでも私も行った方が良かったのかな、ハプニングマス狙いで。ただ多分、いや来ないこともあるんだ。ただ多分ハプニングマスピーチなんだよね。いやピーチがマジで4以上出るとやばい。普通にやばいね。2、2、2、4、3。ですよね。ここ今日の正念場。あ、なん20、あ、なんだこれ。なんかさ、マリオパーティーによっては選べない、20コインかじゃなくてスターかコインか。今回選べないんだね、確定でスター。だからさっきヨッシープクプクフィッシング、なんだろう、好きなロープを1本選んでグイッと引っ張りましょう。ピクを釣り上げることができた人の勝ちです。うわ、これ運ゲーじゃね？違うのかな？ピクピク釣れるかどうかは釣り上げて。いや、これ運ゲーだよね。いや、でも今日持ってるか持ってないかいきます。いや、祭りの金魚すくいやりたいね。あ？あ、びっくりした。始まってんのかと思った。あれ、難しいんだよね、祭りの金魚すくい。すごい。あれ、私動けないけど。あ、順番ってことね。よしよし！いや、今日ついてるな。さっきから真ん中でいいことあったんで真ん中でいきます。きたーきたー。ボタンを順番通りに2回押してパートナーを1段上に移動させます。1段ずつ交代して階段のゴールを目指しましょう。まあ、ちょっとよくわかんないけどやろうか、もう最後だし。とりあえず2回押せばいいって考えてたよね。ああ、なるほどなるほど。うわー、なるほどね。楽しそう。X か Y か B。 今は B か BBBB で YEXA っていうか、これ通りやればいいのか。なるほどなるほど。早っ早っ早っ、コンピュー早っ。完全に私足引っ張ってんじゃん。 OK いいよ、 OK いい、完璧完璧。さあ今のところも圧倒的1位と言っても過言ではない。こっからよね、ボーナスがどう出るか。で今日こそ勝ったんじゃない私。それでは今回の結果発表します。まずはボーナススター。仕掛けます、仕掛けてねー。ハプニングスターなってねー。アイテムスターやってねー。中開けろ、中開けろ。アイテム、よてきしアイテム使ってよ。よーし、あの1個のアイテムがでかかったんだ。いや使うか使うっていうか、こいつら1個もアイテム使ってなくない？は？あれあれ私じゃねえのかよ。また負けた。もう絶対勝てないこのゲーム。なんでお前なんだよ。え、あれ何がダメなんだ。ミニゲーム私圧倒的に勝ってんだけどな。グラフ見ます。あれ、これ見るとなんかシュート1位じゃない。うわー、そうか、スターの数私ピーチに1個足りなかったのか。そうだね。うわ悔しい。私マシュマリオパーティー弱いんだよな。どんなに頑張っても弱い。なんだこれ、マリパポイントってよくわかんねえや。まあ、とりあえず次回ね、機会あったら、ストーリーモードやろうかな。なんかストーリーモードやるとミニゲームも増えそうだよね、これ。
はい、ということで今回これで終わります。バイバイ。